えー、自民党の杉田瑞樹衆議院議員が 札幌法務局からね、まあ、アイヌ関係の発言をめぐって啓発を受けたっていうことがね、えらい話題になってるんだけども、この啓発って何なのかあ、僕は知ってる限りのことをお話ししようと思うんですよ。まあ、さらにはね、この人権擁護関係の部署についてもね、僕は知ってる限りのことをお話しするんだけども、ま、あ僕は10年ぐらい前だったかな、啓発を受けたことがあるんです。なんかそういうブラック関係の書き込みをめぐってですね、あの、滋賀県の大津地方法務局から啓発を受けたんですよ。 啓発ってどんなものかっていうとなんか電話かかってきてなんか年配の職員の声で。 人権の擁護という冊子を送りますので、その送り先の住所を教えてくださいって言うんだけど、いや、僕そんな冊子いらないからって言ったら、なんかインターネットでも見れますよっていうことで、インターネットで PDF をダウンロードした覚えがあるんです。で、啓発ってそれだけです。なんかそれに対してなんか異議を申し,申し立てたりとか、そういうことってないわけです。で、あの、人権侵犯認定って言うけど、じゃあ誰がどういうプロセスでやってるのかって知ってますか まあ僕は知ってる限りのことを話しますよ。まあとにかくね、僕はあのー、滋賀だけじゃなくて、まあ大阪とかね、えー、あとは、あれか、東最近だと東京法務局から、なんか忘れた頃になんか変な電話かかってくるんだけども、毎回毎回ね、声が違うんですよ。女の人だったり、若い男の人だったり、年配の職員だったり、毎回毎回あの違う人が対応する。とにかく同じ人に対応されたことがない。つまりね、もうあのー、 ね、なんか事案があるたびに職員がコロコロ変わってるんですよ。まあローテーションされてるんです。そういうね、まあ正直、まあ多分あんましやる気がないんだろうな。そういう職員が、まあね、そのローテーションで配属されて、そういう人たちが、まあその、 まあね、どうするかっていうのを決めて、でこれは啓発だ、これは勧告だとか言ってね、そういう感じでやってるんですよ。当然そこでなんか専門家が集まってね、会議をして決めるっていうわけでもないし、例えば啓発の前にね、なんか、 意見聴取とかそういうものがあったり、なんかオープンの場でね、なんかやり取りするっていうことも全くないですしね。まあただただその現場のね、ローテーションされた役員がなんか判断して電話かけてきてっていう。まあそれだけの話で、そこになんか民主的な手続きもなんか権威もあったもんじゃないですよ。だからそれで、あのー、人権審判認定って言われてもね、いや、そんなのっていう話なんですよ。まあとにかく不透明なところなんですよ。大阪、 法務局だったかな僕、内部入ったことあるんだけども、まあ、その、人権擁護関係の部署があってね、まあ、その、なんか、童話会だの、なんか、あと、民権連だの、なんか、解放同盟だのって、なんか、分厚いファイルがポンポンって置いてあって、あ、たぶんこの人たちね、こういう団体の相手をしてるのかなっていうのが見て取れましたよ。で、なんかね、学校の教室みたいな部屋に通されましたよ。なんか、こう木、木の板で、木の板張りの部屋で、なんか、隅っこにこう、ね、 椅子とか机が積み上げてあるんですよ。で、なんか知ってる人にね、聞いてみるとね、あれ断交部屋だと。その団体交渉の部屋なんだと。なんかその、ね、共産党系だったりだと解放同盟系とかそういう団体が、まあ集団で団体交渉に来て、そういうのを相手にする部屋なんだと。で、だからそういう、 人たちからあれこれ言われてで、まああのそこは何とかとか、そこはおっしゃる通りにいたします。って言って役人が行って、それで役人が対応するっていう。まあ、そういう感じなんですよ。なんかそのなんか、その民主的な意思決定のプロセスっていうのはあるわけじゃないんですよね。人権擁護局にはで。まあ、僕は人権擁護局にはね。いろ,いろやられたんで、そのま1、あ、つはさっきの啓発っていうのがあるでしょ。 説字っていうのもされたことがあるんですよ。これは東京法務局なんだけども、その、あ、それはなんか先に意見聴取みたいなのがあったんだけども、まあどうせこの人あ聞く意味持たないなと思ったんですよ。で、それでなんか呼び出されて、なんかあの、なんか表彰状を渡されるみたいな感じで、なんか説字の文書を渡されるんですよね。で、僕はそれに対して、いや、これってね、なんかこれに対して意義もし立て、 したりとか、そういうことでできるんですかって言ったら、いや、そうではないと。これは、あの、行政処分ではありませんって言って、な,なんか行政指導でもありませんって言うんですよね。じゃあ、これに対して、その、審査請求だの異議申し立てだの,の、なんか行政訴訟だのできるんですかって言ったら、いや、できないですって言われて、じゃあ、これって、じゃあ、そのお気持ち書いた文書を渡して、それで終わりっていうことなんですかって言ったら、そうですって言われて、いや、ほんとそれだけのものなんです。 だから、それに対して、なんか、医療申し立てたりっていうことも、まあ、全くもってできないんですよね。本当にそれだけのものなんですよ。人権擁護局のやってることっていうのは。それでね、他にも、いろいろね、変なことされたんですよね。えー、最近だとですね、これ、あの、東京法務局なんですけどね、その、鳥取で僕は講演やるときにですね、 なんかその一週間ぐらい前だったかなな,なんか電話がかかってきて、その公演内容についてね、教えてくださいって言って言ってくるんですよ。それで、僕あんたね、自分の言ってること分かってるんですかってそれ。ねなんかそれ戦前の特攻警察じゃないんだから、これから集会するからその内容を教えろなんてね。そんな人権擁護する部署がないでしょ。あんた自分で何言ってるか分かってんのって言って僕ね。 あの、電話で言った覚えがありますよ、本当に。いや、だって、そんな、なんか集会の内容を事前に教えろなんて、国の機関が、そんな言ってくる、言うことじゃないじゃないですか。しかも人権擁護関係の部署は。おかしいでしょで、それで、僕まあ、X でも書いてるけど、他にもね、僕はこれ一番ひどいと思ったのは、僕は、僕はあの、まあ、プロバイダーでね、プロバイダーであの、固定 IP アドレスの回線引いてるんだけども、その回線会社から、僕に、 あの、お手紙が届いたんですよ。で、その内容を見たら、なんかその、あの、法務省の人権擁護局から、えー、人権擁護課か、そこから、あの、発信者のね、開示の要請をされてますと、つきましては、それに答えてよろしいですかって言って、ね。 で、もう本当相手から言われてるんで、弊社の業務にも支障が出ていますっていうふうなことが書いてあって、いや僕それびっくりしてプロバイダーに電話したんですよ。それで僕、それ絶対応じるなって、応じたらそれトラブルになるからって言って僕答えたんです。で、どういう意味かっていうと、 ま、僕はね、あの、自転車ってサイト運営してるけども、そこは別に僕、身元隠してないんですよ。自転車っていう会社もちゃんと登記してあるし、で、住所連絡先も書いてあるんですよ、ウェブサイトに。だから、発信者の情報を開示させる理由なんて全くないんですよ、僕に直接言ってくればいいわけだから。で、なおかつ、本当に実際直接行ってきてるわけですからね。じゃあ、それをわざわざね、プロバイダーに開示の要請をするって言ったら、 よくね、発信者情報開示なんかで、ね、なんか裁判やったりあと仮処分やったり、もう面倒だって話題になるでしょ あの、裁判所の命令がないと基本的に出さないんですよ、通信会社っていうの発信者の情報を。出ないと犯罪になってしまうからです。一応、日本は、あの、通信の秘密っていうことは憲法で定められてるし、まあそれを受けて電気通信事業法でもね、その通信内容だとか、その改善使ってる人の個人情報とか、渡したらいけないんですよ。で、渡したら、それ確か懲役1年とかバッティンクラとかね、それ刑事犯罪になるんで、あの、もしそんなことをやっちゃったら、あの、 告発される可能性もありますよね。刑事告訴される可能性ありますからね。だから、そんなんね、あのー、絶対にそんなん、あの、開示をしちゃダメですよって言って、それ、あ下手したら犯罪になるし、裁判になったりするし、予定トラブルになるから絶対それやっちゃダメだって言って僕は ISP に行ったわけです。で、まあ ISP 結局開示しなかったらしいんだけども、まあちょっともうその前兆みたいなものあったんですよ。あのー、 僕にね、総務省から電話かかってきて、で、なんか僕はその、そういう電磁通信事業法の、なんか規制にかかるようなことやってないですかみたいなことを言われたことがあって、いや、そういうのは全然やってないですけど、っていうふうに答えたことがあるんだけども、でも、普通そんなことわざわざ個人にね、総務省が電話かけてくるっていうこと、普通はしないですよ。で、そしたら、あの、人権擁護局が出てきたでしょ。僕多分ね、なんかあそこで ISP が応じたら、 今度は総務省が出てきたと思います。電気通信事業法違反でどうのこうのって言って。それで何とかして、この事件者の回線を止めさせようとしてたんだと思いますよ。プロバイダーに圧力かけて。だから僕はもうそれを疑ってたんで僕応じなかったんです。まあまさかそんな、そんなね、役所がそんなことするのかって思うかもしれないけども、まあ一昔前なんかね、 警察がそのおとり捜査だって言って、その、なんか、ヤクザなんかにね、覚醒剤買わせたりだの、あの、銃器のね、銃とかの密輸させたりとかをやらせて、それで、なんかそれで実際やったらもうしれっとそのやった人間を逮捕するっていう。で、それで、いや、警察から言われたんでって言っても、いや、そんな知らないっていうふうにね、言われて、 っていうことが、まあ、そういうこともあったんですよね。まあ、今もそういうのあるかどうか知らないけども、とにかく役所から言われたからって言って、で、でも、それでも犯罪は犯罪なんで、確かなんか、あ、そうか、最近でもありましたね。なんかあの、銃であの、その銃持ってる人がね。 あの、警察から言われて、その、有害長寿駆除したらね、なんかそれが、なんか、違反だとか言われて、銃取り上げられて、裁判になったりっていうのはあるでしょだから、役所から言われてやったからって、違法なことは違法だし、犯罪は犯罪なんで、絶対そんなん応じたらいけないですかねいけないですからね。というか、人権擁護を歌う部署が、それ絶対やっちゃダメでしょそんなこと。本当あの、人権擁護でも最低だと思う。ほ本当最低の役所だと思います、僕は。 だから本当あの役所はね、もうなくしてしまった方がいいと思いますね、本当に。で、その人権擁護関係の部署の内情なんだけど、もうちょっと僕は知ってることをお話しすると、その人権相談とかね、よく来るらしいんですよ。 で、僕の方にもね、そういう人権相談の電話来るんだけども、半分くらいちょっと頭がおかしい人なんですよ。だからまあ、そういうね、人権擁護局なんかにも電話してくるのも半分くらいはそんなおかしな人かなと思ったらね、ちょっと内情を知ってる人から僕聞いたんだけども、いや、そんなことはないよと。半分じゃない。7割だって言うんです。7割頭がおかしい人だと。例えば、総価学会から集団ストーカーされてますと。ね。 なんか闇の組織から電磁波攻撃テクノロジー犯罪を受けて、なんか人権侵害を受けてますとか、なんかそういうのが7割ぐらいだそうなんですよ。SNS なんかでもよくあるでしょそういう陰謀論者というか、そういうのが。 理系民主党の原口さんなんなかは、ね、まあ有名なんだけども、そういう、陰謀論関係の人、まあ、そういうもう、精神病者か陰謀論者っていうのは7割ぐらい。まあ、よくね、統合失調症とか言われるんだけども、僕は違うと思いますね。どっちかっていうと、症状としては妄想性障害だったりだとか、あるいはまあ、認知症だったりとかですね。あるいは、その、まあ、境界型を含む一種の人格障害ですね。まあ、どっちにしてもね、そういう陰謀論とかそういうのにどっぷりハマる 人っていうのはね、あの相当数いるので、まあそういう人こそういう人に限ってなんか行動を起こしてくるから、あまあ7割ぐらいそのおかしな電話が人権関連の部署にかかってくるっていうことになるわけですね。じゃあ,あと残りの3割が何かっていうと、例えばそのまあごチャンネルとか SNS なんかのそういう書き込みを消すにはどうしたらいいでしょうかとかですね。あとはそのまあそのブラックの地名消せとかあるいは そういう運動団体ですね。解放同盟とかそういう団体からのね、そういう抗議だとか、こう,こうしろとか、まあそういう要求ですね。そういうのはまあ残りの3割。まあとにかくね、その人権擁護関係の部署っていうのは、その7割の、そのまあいわゆる、まあ教会を含む精神描写と、あとの残り3割のまあ活動家とかそういうのを相手にしてるっていうものなんですよ。本当あの部署はね、あの、なくしてしまった方がいい。本当に、あの、 あの、税金の無駄遣いだと思います。正直、あの、法務省の中の人も本音ではそう思ってるんじゃないですか。まあ、5チャンネルなんかでもね、よく書かれてたけども、その、まあ、省庁っていうのは、こう、ランクっていうのがあって、どっちかというと、こう、法務省っていうのは下の方で、さらに、さらにね、人権擁護局ってもうあそこなんかもうさらにその中の吐きだめだみたいなことをね、そういう陰口言われてるのも僕知ってますよ。で、な、なんでそういうことになるのかっていうと、まあ、 あの民主党の頃にね、えっ、ー、と、いや、柳田さんだったかなんかあの、法務大臣がね、なんか、その、なんか個別の事案には、なんかね、口を出さないとか、なんかそういうことを言っとけば、それで済むんだっていうような発言をして問題になってたけども、まあある、ある意味事実なんですよ、事実で今回のあの、あの、杉田さんのあの発言についてもなんか、ね、今の小泉法務大臣もなんかね、なんか、 あの無難な発言で済ませてますよね。とにかく法務大臣っなんかリーダーシップはないんですよ。本来だったら権限あるはずなのに、そういう権限をちゃんと行使しないっていう、なんかそういうね、リーダーシップを発揮しないっていうのがもうなんか伝統になっちゃってるんですよね。だから 本当それ良くない。良くないと思います。やっぱ法務省ってね、変わっていかないといけない。特にこの人権関係の部長なんかもうなくした方がいいんです。なんか、拉致問題なんかの担当もしてるけど、でもあんなの外交安全保障なんかなんだから、本来だったら法務省が担当するのおかしいんですよ。本来だったら外務省とか防衛庁とかあっちが管轄しないといけないのにもう法務、法務省がやってるっていう時点で、もうなんかこれ、 もう反社とかヤクザとかそういうのを相手にするような感じになってるじゃないですか。だからもう人権擁護関係の部長全部なくしてしまった方がいいし。で、あと法務省ってやっぱ最近ね、あの刑事司法の問題なんかとかもいろいろあるんで、本当だったらちゃんとね、法務大臣リーダーシップ取って改革していかないといけないんだけども、そういうことをしないっていうのがね、ずっと伝統になってるんですね。 だから僕はそういう意味ではね、ちょっと法務省の皆さんにね、エールを送りたいっていうところがあるんですよ、そんな。ね。 こういうふうになんかその、なんかあんまし、そのね、よく言われないっていうのも、やっぱそう、そういうで、そういう良くない伝統がずっと続いてることだと思い、続いてるからだと思いますよ。そこをね、挽回しようと思ったらね、もうちょっとこう、法務省もね、変わっていかないといけないと思います。こう日本の司法っていうのを変えていこうっていうふうに進まないといけないけども、まあ、なかなかね、この、 ねその、今の自民党じゃダメなんでしょうね。ほん、本当はその、法務大臣が責任を持ってリーダーシップを取るっていうふうにやらないと、今のなんか閉塞した状況ってなかなかどうにもならないんだの、だろうなっていうふうに思います。ただ僕はね、もう本当法務省はね、変わるべきだと思っています。ということで、まあそこはね、僕は法務省に対するエールも含めて、まあ僕の、僕の知ってる限りのことをお話しいたしました。まあ内部の人はもっと色々知ってるとは思うんですよね。